うるまじょうじさん、うるまじょうじさん、はい、維新の会のうるまと申します。貿易保険法、まず全体についてお伺いしたいと思います。先ほど山崎議員の、お話にもありましたけれども、2020年度の、我が国の輸出額約67兆円に対しまして、ネクシーの輸出に関する保険の引き受け額が約4兆円と、日本の輸出額の 6% 程度をカバーしているということでありました。で、大切なのはトレンドだと思っております。日本の輸出額がですね、新型コロナウイルス感染症の影響で一時減少したものの、政府の参考資料によりますと、大体輸出額の推移としては微増、増加傾向にある中、貿易保険の引き受け実績は、政府の参考資料によりますと、2016年14兆円あったのが2019年4兆円とずっと、減少傾向が続いている。これが、問題だと思っております。今回の、改正内容はすでに、貿易保険を利用している企業も出席した懇談会で提言された内容を反映したものと見受けられますが、現在問題となっておりますロシアによるウクライナ侵攻のように対外取引においては突発的なリスクが発生することもあって、現在は貿易保険を利用していない企業にもリスクヘッジの手段として広く認知されることが大切であると考えます。また知っていても利用されないのであれば、取引におけるリスクヘッジのニーズを貿易保険が満たしていない可能性があるのではないかと考えております。平成26年の法改正の時にも、この、経済産業委員会でですね、同じような議論があり、当時のですね、茂木大臣が、貿易保険そのものを増加させることが目的ではなく、日本企業の国際展開を支援した結果として貿易保険の利用が増えていくと、ご答弁されておりますが、現状はそうなっておりません。貿易保険事業が本来の使命を果たし安定的に継続されるためには、企業のニーズを的確に捉えた制度設計、商品設計が重要であることから、貿易保険でカバーしていない 6% の残り、外の部分ですね、94% の輸出がどういった対外取引、行われているのか、しっかりと分析しているのかどうか、政府の認識をお伺いしたいと思います。ちょっと合わせてですね、サプライチェーンの複層化により、海外から別の、外国への貨物の販売を仲介する取引である仲介貿易についても重要であることから、我が国企業が行う仲介貿易の規模を含む外協について、どう考えているのか、これも併せてお伺いしたいと思います。でその上で、貿易保険を利用していない対外取引を本当にこうやってどうやってですね、今後取り込んでいくのかについて、具体的に先ほど目標設定はしないというご答弁でありましたけれども、実際に具体的にどうやっていくのかということを、先ほど大まかなご答弁ありましたけれども、山崎さんの答弁でですね、もうちょっと詳細にですね、よろしくお願いいたします。飯田貿易経済協力局長。お答えをいたします。貿易保険につきましては、委員ご案内のとおり、カントリーリスクなどのですね、まさに戦争、革命、内乱、あるいは自然災害、感染症、こういった本邦外で発生する契約当事者の責任に帰することができない事由をカバーするものになってございます。これは裏返しますと、利用者たる企業から見た場合にはですね、ご自身がこれから行おうとしている輸出投資が、そういったそのリスクがある場所で行われるものなのか、行われる事業活動なのか、あるいはそういうリスクがある地域向けの輸出であるのかということについてご判断をされてですね、あるいはネクシーの側からもそういった情報を提供する中で、リスクがあるとご判断された場合には貿易保険を利用しようということになるんだろうというふうに考えております。日本の貿易そのものの推移については、ちょっと
その要因様々あると思いますけれども、他方で貿易保険そのものについてはまさに日本 の, 輸出相手国のですね、構成が変わる中で、あるいは日本企業が取ろうとしている、あるこれから展開しようとしているインフラプロジェクト、例えばですね、インフラプロジェクトのを取り巻く環境が変わる、そして今般のようなロシアやウクライナの問題が発生する、こういったことを背景にさまざまに貿易保険に対するニーズが変わってくるんだというふうに考えております。今回の法律の改正につきましては、これまでの企業の方々のですね、利用者の方々にとどまらずにですね、民間損害保険会社の方々のご意見もお伺いしながら、今民間企業が海外展開していく上で民間保険ではカバーできない分野としてどういうものがあるのか、あるいはどういったニーズがあるかということも幅広く聞きながらお聞きしながら、今回改正の法律案を準備させていただいたということでございますので、現在の制度ではカバーできないものを新たに、先ほど来ご議論いただいておりますような新しい保険制度を準備することによってニーズに応えていくというのが今回の改正の趣旨でございます。でその上で仲介貿易についてのご質問がございました。今日本企業が外国から第三国への貨物の販売を仲介する取引である仲介貿易というのは、これ約1兆円ございます。この改正について検討した際もですね、まさに日本の企業のサプライチェーンがグローバル展開する中で、外国同士を仲介する貿易、あるいは外国にある法人を経営した再投資などが頻繁に行われるようになってきている中で、日本企業が直面するリスクも変わってきていると、それに対応した貿易保険制度の充実の必要性が指摘されたところでございます。こうした中で、前払い輸入保険というのが現在あるわけでございますけれども、これは本邦に全量輸入する取引が保険の対象になっているところ、仲介貿易の中には、例えば先ほども出ましたけれども、 LNG のように緊急時には日本に輸入することを前提として資源を調達し、平時は第三国に輸出をするといった日本の資源の安定供給の確保に資する取引もございます。こうした日本への悲劇が認められる仲介貿易について、前払い取引に関する保険として新たに前払い購入保険として対象とするということで、これも日本企業が国際展開する中で新たに増えてきたニーズに対応する保険として準備をさせていただいたものでございます。漆間譲司さん。心配なところがですね、やっぱり、利用している企業からしか意見を聞いていなくて、本当に利用していないところがどういったところであるのかというところ、しっかり本当に分析したのかというところが一番心配なところでありますので、安定的運用のためにもぜひそこの部分を、しっかりとよろしくお願いいたします。続いて、これも他の、議員の方々がもう多く質問されておりますけれども、中小企業の利用促進関連についてお伺いいたしたいと思います。先ほどの梅谷議員の答弁でもですね、ありました通り、貿易保険の利用者の約 45% 中小企業ということで、全国の地銀や信用信金などとの連携、再保険の引き受けを通じた民間損保会社の有する全国ネットワークの活用、保険契約手続き等を簡素化した中小企業、農林水産業、輸出代金保険の創設などの取り組みを行っているということではありましたけれども、まずはですね、これも先ほどちょっとご答弁であったんですけれども、中小企業からの引き受け保険価格、案件および割合について、そのトレンドも含めてお伺いしたいと思います。株式会社以後、利用促進がどれだけ効果を表したか、先ほどの答弁で2017年で85億円、2020年で145億円と、伸びているということのご答弁もあったんですけれども、もしよろしければですね、今後の目標だとかそういったものも含めて、教えていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。飯田貿易経済協力局長。
お答え申し上げます。先ほどの答弁と繰り返しになるところあるかもしれませんけれども、中小企業から の貿易保険の引き受け金額は約2400億円でございまして、全体に占める割合は 4% でございます。引き受け件数につきましては12000件でございまして、中小企業比率は約 15% ということでございます。先ほども申し上げたとおり、これはこの中小企業の利用拡大に向けた取り組みとして、すでに全国の地銀あるいは民間損保会社との連携を強化してきたところでございまして、それが先ほど委員からもご紹介のありましたとおり、2017年と2020年度を比較した場合に 84.5 億円から 145.6 億円に拡大すると。まだまだ金額としてはですね、不十分ではないかというご指摘あるかもしれませんけれども、徐々にではありますけれども、貿易保険についての認知度が浸透しつつあるのではないかというふうに考えてございます。今後につきましては、もちろん今までも商工会議所などとも連携しているわけですが、やはり日本政府全体としては、JETROをですね、プラットフォームにして、中堅中小企業の海外展開を支援していくという包括的な取り組みを進めているところでございますので、まさにその支援のですね、寄り添った支援の中核にあるJETROとの連携が極めて重要だというふうに考えてございます。JETROは全国47都道府県に49の事業所がございます。そこで新輸出大国プラットフォームということで、ありとあらゆる輸出に関わる機関とですね、連携を強化して、地方のですね、地域の中小企業の輸出を支援しているところでございますので、そこにしっかりとネクシーを巻き込んで、中小企業にの海外展開、このチャレンジをですね、しっかりと支援してまいりたいというふうに考えてございます。うるまジョージさん。目標設定とかもう無理ですかね。はい、もしよろしければお願いします。飯田局長。一言に目標設定というのはなかなか難しいございますけれども、あえて申し上げればですね、一つの目安は中小企業だからといって比率がですね、全体の平均よりも著しく低いというのは、やはり中小企業にご利用しづらい状況であるということでございますので、少なくとも大企業中小企業区別なくですね、同じ程度の割合にですね、しっかりと引き上げていけるように努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。うるまジョージさん。はい、大企業と同じ割合ということでご答弁いただきました。ありがとうございます。で、ちょっと利用の仕組みについてなんですけれども、中小企業を含め我が国が、これまで取引のなかった地域においてビジネスを拡大しようとする際、取引相手となる現地企業の信用力の確認が容易ではないとの声があります。また取引相手についてネクシーに情報が登録されていない場合、貿易保険を利用しようとする企業が外部機関による信用調査報告書を入手しなければならないなど、手続き費用において負担となっております。また事故事案が発生した場合、ネクシーから保険金を受け取った後も取引相手からの債権回収は原則利用者が行わなければなりません。こういった点も負担になっていると聞いております。こういった点について制度を改善していく必要があると考えますが、お考えをお伺いします。飯田貿易経済協力局長。お答えをいたします。貿易保険制度の円滑な運用の観点から、貿易保険を利用していただいている事業者の方に対して取引相手先の情報の事前登録、取引相手先の格付けを設定するための信用調査の実施、あるいは保険金の受け取り後の債権回収への取り組みを利用者ご自身もですね、しっかりと実施をするようお願いしているというのは事実でございます。他方でですね、ただいまご指摘のあったもののうち、取引相手先の情報についてはさすがにですね、これはご自身の取引相手でございますので、ネクシーに対して事前に
詳細に過ぎる情報を登録してほしいということではなくて、一般的な取引の中で確認できる情報についてはお知らせいただく必要があるというふうに考えておりますけれども、その他の点にご指摘につきましては、特に中小企業からも負担になっているというご指摘は我々も認識をしております。まあ、そうした中でこの新型コロナウイルスの感染状況の拡大という状況もございまして、なかなかバイヤーの情報をですね、取りにくいという中小企業のご事情も十分に勘案した上で、昨年の1月からネクシーが保有するバイヤー情報を無料で提供するサービスというのを開始をしております。これに加えまして、利用者ご自身が相手方に対する信用調査を実施することが難しい場合には、ネクシーが中小企業1社あたり8件まで無料で信用調査を実施するといった支援もしております。また債権回収でございますけれども、この取り組みについては一律に中小企業にですね、すべてお任せするということではなく、ネクシーとしても外部の債権回収事業者を活用する、積極的に委託をするということで取り組みを進めておりまして、中小企業に対してですね、この貿易保険しっかりご利用いただけるように対応をしているところでございます。加えまして、今後はウェブのを使いました申し込みサービスの利便性を向上するといったようなことも含めまして、引き続き中小企業からのご要望をしっかりお聞きしながらですね、利用者の利便性の向上に努めてまいりたいというふうに考えてございます。漆間譲司さん。はい、確認ですけれども、債権回収業務に関しては、外部の、サービサーの、委託をネクシーがもうやってくれるということで、今、改善しようとされているということで、これ費用負担もネクシーがということでしょうか。はい、飯田貿易経済協力局長。お答えをいたします。ネクシーが費用負担をしてということでございます。ただあくまでも申し上げればですね、これは、保険を契約した方に代わってですね、保険を契約した方の名義に基づいて回収をしていくという業務でございますので、保険の非保険者の方のですね、ご協力が不可欠でございますので、ここはしっかりとネクシーとその保険者の方で連携して進めていただきたいというふうに思っております。漆間譲司さん。はい、引き続いてちょっと関連で、債権回収についてなんですけれども、資料の方にありました、ATI アフリカ貿易保険機構への出資を通じ、我が国企業のビジネス進出の促進に貢献することと合わせて、ネクシーの債権回収業務の効率化、実効性を向上させると、政府は説明しておりますが、資料にも書いておりましたが、この債権回収業務の点については、保険利用者へのメリットがどれ程度あるのか、単純にネクシーの役に立つだけでなく、債権回収義務を課されている保険利用者にとっても有意義な出資であるべきと考えますが、ATI への出資の具体的なメリットをお伺いいたします。湯気大臣官房審議官。お答えを申し上げます。2020年度におけるネクシーの保険金支払い実績によりますと、例えば非常危険事故を理由とする支払いはアフリカが全世界の 53.3% を占めておりまして、アフリカにおける債権回収業務を着実に実施することが重要であります。そうした中でネクシーがアフリカ貿易保険機構 ATI に出資することによりまして、両社の協調案件が組成される場合には事前のリスク評価のための情報が充実することに加えまして、仮に保険金の支払いがあった場合にも、その債権回収をネクシーと ATI が一体となって行うことが可能となり、実効性のある債権回収を行うことができると考えております。またネクシーが ATI に出資をしているアフリカ各国政府とも緊密な関係を構築することが期待されまして、これによりましてネクシーの債権回収にあたりまして、その国の政府に対する直接的な働きかけも可能となります。
こうしたことで日本企業のアフリカにおけますビジネスの再建回収の実効性が高まることによって日本企業への保険金支払いの原資となるネクシーの財務基盤強化につながることが期待されまして、日本企業に対してより安定的な貿易保険の提供がにつながるものと考えています。古間譲二さん。はい、これはい、わかりました。わかりました。はい、じゃあ続きまして、残り時間5分ということで、最後の法令違反事案についてお伺いいたしたいと思います。昨年、国会に法案提出を見送る原因となったネクシーによる法令違反事案について、お伺いいたします。貿易保険の在り方に関する懇談会第2期報告書において、経済産業省とネクシーとのやり取りが必ずしも文章に基づかずに行われ、組織内での情報共有が適切に行われなかったとの指摘があったとされております。改めて行政が行う意思決定の経緯や過程をしっかりと公文書として残す仕組み作りが重要であると考えております。我が日本維新の会は政策提言におきまして、官僚閣僚のメールやメッセージアプリなどについて公文書として扱うことを検討するなど、政策意思決定について合意が形成された証拠となる文章だけでなく、合意に至った経緯過程を公文書として残す仕組み作りの実践を掲げております。特にですね、何が政策意思決定に関わるもので公文書として保存しなければならないか、また保存期間を含めた重要度に関して決めるのが、職員個人、閣僚個人の裁量に委ねられてしまっていることが一番の問題であると考えております。後から見れば必要だったにもかかわらず記録が残されていないといったことが、最近、過去からもですね、多くございます。できるだけ幅広くの業務を、もちろん、職員の業務負担を過度に増大させない範囲で、今デジタル庁が進めております業務のデジタル化と合わせてですね、公文書としてしっかり記録そして長期保存していくべきだと考えますが、大臣ご答弁よろしくお願いいたします。萩生田経済産業大臣。国民の行政に関する信頼を確保するためには、議員ご指摘の政策の意思決定過程も含め公文書の適切な管理が不可欠です。このような観点から現行の公文書管理法では、事業の実績だけでなく、経緯も含めた意思決定に至る過程について、合理的に後付け、検証することができるよう文書を作成することとされているものと承知しております。また、今年の2月には行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、デジタル化に対応した行政文書の管理のルールを整備する観点から、電子媒体により体系的に管理することを基本とすることが明記されたものと承知をしております。経済産業省においては公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえつつ、職員一人一人のコンプライアンス意識向上に向けた研修の実施、文書管理に関する省内監査の実施、ペーパーレス化、デジタル化の推進などを通じて引き続き適切な公文書管理を徹底してまいりたいと思います。冒頭ご指摘のネクシーとのやり取りについてはですね、やっぱりその記録を残す、その政策決定といいますか、最終的な決定事項に至るまでの経緯を残すという意味では文書でやり取りをしておく必要がきっとあったと思いますので、そこは改善をしていきたいと思います。他方これ気をつけないとですね、例えば私文書であっても共有ファイルに入れた瞬間に公文書になってしまうという事件に巻き込まれることが私ございました。全く身に覚えがないやり取りまでですね、当事者になってしまうということがありますので、これはもう各省ガイドラインきちんと作っていただいて、残すべき文書がどうかということの大切さですとか、あるいは人が言った言葉がですね、自分なりの解釈で書き換えられるようなことがあるとですね、後々これはもうトラブルにもなりますので、そういった意味ではその正しく保管をする、正しく管理をする、その必要性というものは霞が関全体でレベルを上げていきたいと思っています。古間譲二さん。はい、はい、承知しました。よろしくお願いいたします。以上で質問を終わらせていただきたいと思います。
次におな